様、今日は Reddit、うん、この海外ミームをね紹介していきたいんですけど、ミーム、ミーム、トア様さん、うん、ミーム、Do you know what meme is? ミームって知ってる？ミームってちょっとなんか説明はできないけど把握してるみたいな、そういう感じ、ふんわり。She knows, she knows what a meme is. She can't describe it, but she knows what a meme is. でも分かったよね。なんとなく、まあ、こういうのがミームだよね。分かってれば OK。海外サイトの Reddit では毎日そのようなミームがこのライブメンバーを襲っているわけだ。大変じゃん、危ねえよ。許されない、というわけで、ね、制裁すべき。そうそう、ここでね、制裁のためにね、裁きを与えるためにここで晒していくわけ。次のミーム行くときにこれ一緒にやってほしいんですよ。私がパンパンって手を叩くから、うん、一緒に NEXT ミームって言ってほしいの。 NEXT ミーム、オッケー。じゃあもう一回やるよ、せーの、 NEXT ミーム。 Yes, I want to do it with you。 これはこれね、これ意味わかる、これね、翻訳しますね、うん、Mr. Worldwide、 世界を股にかけてるの、このReddit に来で、ここに何て書いてあるかと言いますと、 When you finally learn hiragana and can understand JP bro saying hello at the start of the streams and goodbye at the end when、このね、ひらがなね、ひらがなをやっとマスターして JP 兄貴たちが、配信の最初に hello とか配信の最後に bye bye って goodbye って言ってるのをやっと理解した瞬間の俺、ミスターワールドワイド。なるほどね、なるほどね、すごいやん、勉強熱心やん。レディットチョングソニキがね、あ、かっけえ。そう、レディットニキね、やっと日本語ね、ホロライブ見まくってやっと日本語理解できて喜んでる。どんどん成長していってるんだな。でもHello と Goodbye だけで Mr. Worldwide にはならない。でも確かに Hello and Goodbye、 Hello is こんにちはとかかな、うん、こんにちは、さよならか、こんにちは、またねみたいなね、またね、またね、 Do you guys know またね、またね means kind of like a goodbye and see you later、 その間ぐらいかな、そんな感じなんですけど、それを多分海外に来たってね、やっと理解してね、 Mr. Worldwide、 俺もう世界分かっちゃったねっていう気になっちゃってんだよな。いやでもその気持ちわかるよ、トアもさ、うん、なんかさ、ちょっとのこと知っただけで、あー、トアって天才かもしれんって思う時あるもん。 Miss Worldwide トアになっちまうか。そう、 Mr. Worldwide トアだから、ワールドワイトア、あれ WWT、ワールドワイドトア WWT じゃん。 Worldwide トア WWT。 OK guysCome up with something that makes her attention! WWT! Come up! あ、そっか。ワールドワイドトアじゃなくて、もしやワールドワイド天使。ワールドワイド天使！Goodbye, goodbye 悪魔。Goodbye 悪魔。Oh my god! WWT は WWT。つまり、ワールドワイド天使になったのだ。はい、どんどん行きましょう！はい。Next meme!NEXT MEME！ 一緒にやってよ、 OKOK、 これ知らこれこれなんだ、これ何、これ読んでみて。ボット。これはボタン。これはペット。これはペターンだ。バカ野郎、殺されるぞ。ダメダメダメ、 こういう危険なメモもあるから。うまいな。 You guys didn't see anythingDidn't see anything! トア様、あんまはっきり言うとね、ルシア先輩また来ちゃうから、殺されちゃう。怖っ！ルシア先輩最近ね、気軽にオフコラボしてくれるんだって、結構危ないから。気軽に殺しに来るようになって。何か思って、こっち来るかもしれんな。天使様守って！いや大丈夫。ゴリラ天使がいるから。ああ、そっちね。そう、トアはデビルだから。トア様に言ったつもりだったの、今日な。ちょ。次行きましょう！ネクストミーン！これはパニックミーム再び。目キラキラやん。海外ファン、まあ、キラキラしてる。この顔の私可愛くない？母じゃねえよ。海外ファン。The overseas fans use Google Translate for their memes。そう。トア様聞いてよ。海外ファンってさ、うん、このミームをね、ミームを作ってくれるのはいいんですけど、なんかね、わざわざ気を使って、日本に気にも分かりやすいようにって言ってね、クソみたいな翻訳をつけてくれるんですけど。あ、それ、あ、つけてくれてるんだ。そうそう、でもクソすぎて、もう逆に何言ってくれる。逆に、何書こうとしたらもう分かるからやめてっていうのを私毎回言ってるんですよ。かわいい。かわいい。
海外さん、Google 翻訳を使用する彼ら、見物のために到着なんかもう変になってる。They use DeepL Translate for better translation. まあ、Google Translate がちょっとね、おかしいから、彼らはより良い翻訳のために、CL の役者を。CL って何使用する。もうほら、わけわかんなくなってるでしょ?Calm! Calm じゃねえよ !I'm not calm! I'm panic! Super panic! Panic! やはりクソだ It still sucks 結局ねやっぱパソコンとかでピッてコピペで入れる翻訳ってさうまくいかんよねあそうだねちょっとよくわかあれこれ多分こう言ってるんだろうなみたいな感じでねこっちは認識してるけどな Yeah we do understand what it says in Japanese but it's kind of you know it's kind of weird and it's shitty! Shitty Japanese all along! 結局クソジャパニーズなんだから、やめてよ分かったの書かないでいいからみんな DeepL って何 ?DeepL っていうのはね、うん、Google Translate、Google の翻訳よりもちょっとね、出来のいい翻訳をしてくれる可能性が高い翻訳サイト。あ、うん、あ、聞いたことあるかも、うん、でもね、やはりクソだなんだよね。それが新 L になったってことね。そう、それが新 L になった。新L? もうわけわかんないよ。それでは !Next meme! どんどん行こうね。コロネパイセンの位置が違う。あ、コロネパイセンね。確かにこんな普通のとこにいるわけない。確かに、右側じゃない、右下ぐらいじゃない。あ、わかるわかる。頭おかしい、オラオラだよね。オラ、指がなかったからね、この表には。指ね。この表には入りきらなかったんじゃないかな。でも待って、でもさ、ココチン、上なの下じゃなくて。で、私だってね、頭おかしい、振りしてる常識人だもん。あ、なるほどね。もうそれはわかるわ。うんNEXT MEME! 行くで。慣れてきた。Stop with the chitty Japanese! チリじゃない、シリ Japanese! クソみたいな日本語使うのやめろさっきのじゃん。NO! NO って NO ってことか。もう SHUT UP! もうじゃねえよ !NO! を日本語にすな NO! 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 を日本語にすな NO! ぐらいわかる最近使いたい日本語はこれ出てきたな。の。この顔ムカつく。この顔やばいね。クソムカつく。こちらほんと、ほんともう。どんどん行こう。ネックスミーム。ティアヒョウです。父さんはティアヒョウ好きって言ってた。これ大好き。面白いこれ。ティアヒョウ作ってくれました。ちょっと詳しく見ていきましょう。まず一番上。Where do babies come from? 赤ちゃんってどっから来るの?あーああ、わかるよ。父様。赤ちゃん、とは、where do babies come from? 言っていいの?うん。もう、あそこだよ。あそこ。It comes from? 母ちゃんの。Mommy's? Mommy's? また。Mommy's! No. She didn't say anything devilish. She said, Mommy's bebebe! Mommy's bebebe! She knows, guys. Babies come from mommy's bebebes! Okay. まあ、どんどん見ていこう。今のは無視して。は。Where do babies come from? 赤ちゃんはどこから来るの?これ。The ones asking this question. その質問をしている子供。ねえねえちゃん。あー確かに、ねえねえちゃんそもそもそれを聞いてくる立場。わかる。解釈一致。解釈一致。そして、こちら。tries to explain 説明をしようとする。ああ説明わかるわかる。あずき先輩とか説明頑張ってしようとしてくれそう。これはねって。ロボコ先輩説明してくるかな?ロボコ先輩意外とアヘ顔とかする人ですよ。ロボコ先輩はね、どうだろうな。説明っていうかもう、説明というか、ここで割りそう。自分のここを指さしちゃうんですか?ここか、ここに、ここからだよって。ロボットなのに、気になるところですが。そして次。tries to explain, but slurs non-stop. 説明をしようとするんですけど、まあ、でも、まあ、ノンストップでね、ぶっ飛ばしちゃうよね、やっぱり。ってなっちゃうよね。みおちゃんそこなの?いや、みおちゃんママだからね、優しく説明しようとするんですけど、でも、ママであり、アイドルでもあるから、ってなっちゃいますよ、それ。ああ、なるほどね。わたね
ねもう解釈一。うんラミちゃんこの辺ちょっとママキャラがね、まあ、それでは次 tries to explain but keeps giggling and laughing smugly explain 説明しようとするけどずっと笑い続けちゃう人。あーなるほどね。確かに説明はしてくれるんですけどもずっとニヤニヤしてずっと笑ってそうあリスちゃんとか そんな感じなんだ。いやリスちゃんね多分あのいい子だから頑張ってね説明しようとしてくれるんですけどあれねねねって言いながらあってなっちゃいそう。かわいい。かわいい。そして、まあ、これは指関係ないやん。指から生まれちゃったよ。言いそう。でも言いそう。まあもうベイビーとか関係ねえよって感じですね。そして次。She says she's late and runs away, leaving the one no alone to answer. これはこれちょっと下のをまずもう一個下のを訳しますね。これがお前。まあこれはスバウ先輩しかいないですね。お前なんとかせ。だヒュバヒュバヒュバ。うまいな。いや私はちょ練習してる。いいよ。でこれが She says she's late. あのまあちょっとあのちょっと時間が今私時間押してるからって言いながら、うん、あの走り去っていくあの下の人を残してってことでスバル先輩。ああそういうこと。そうそうスバル先輩に説明させるためにあちょっと私はちょっと あの失礼しますって言って逃げてく。で残されたスバルパイさんお前っていうことですね。オチに使われとるやん。これは解釈一致ではいいな合ってるな。あっちみんな分かってねやっぱり。そして次、うん、How the fuck should I know? 知るかボケっていうのがここですね。あおードア入ってきた。 But Doa-sama just explained to me that babies come from mommy's bim bim bims ちゃんと言ってくれたもんね。トワ様うん言ったトワ言ったね。So Toa sama was not here. Toa sama was around somewhere around here. だったね。ちょっと違ったね、みんな。これは解釈不一致。というか、もう答えが出ちゃった。まあ、確かにね、あの、何も知るかいっつって怒られそうだね。言いそうだね。確かに。そして、この下。Stork delivers babies. コウノトリだよ。あーなあ、そりゃそうなのだ。くれるなママなんていないのらなあは意外に上っぽそうだけどね知らないって言いそう、ね、知らねえのらって言いそう、うん、確かに自分で調べるのらってそして gives head pats and says you'll learn when you get older これ私もいる頭をポンポンと叩いて大人になったらわかるよって言ってくるあ確かにチョコ先生がねポンポン大人になったらわかるよとわさまうん。言うねぐらい。チョコ先生とかわかるけど、メルちゃんはコウノトリ葉っぽそうだけどな。メル先輩意外とあの、おっぱい出してるから大丈夫言ってくれるよ、多分。そこ、うん、っおっぱいな、そこ、でもおっぱいない人いるけど、一番右に。こら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 。おっぱいま、誰のことですか？隠れてます隠れてますよまあね、あの、ほら、大きくなったら分かるよっていうのは、そしたらほら、まだ、17歳だから、まだこれから胸大きくなる可能性が残っている。うん、おっぱいちっちゃかな？いや、17歳はでもないな。もう可能性ねえな。17歳ってもう成長しきってるよね。うん、成長しきってる。もう成長しきって、あんな感じよ。まあ、17歳以降にね、突然爆乳になるアイドルなどはね、芸能界などにたくさん存在しますが、それはね、そういう時は、あの子は、あの、なんていうかわかります？その時の表現を、あの、お父様に教えてあげる。She has been touched by an angel. エンジェルにタッチされた。まあ、つまりね、あの、まあ、そういうことよ。そして最後。Do you wanna find out? 赤ちゃんはどこから来るの？知りたいかい？ああ、いいぞ！解釈超一致！解釈一致！ホーニー！ Get the horny out of here!これはもう解釈一致すぎるよ。これ船長はね、もうそういう人ですから。船長が教えてあげるよって。ダメ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 ですよ。子供も見てるんですからね。ダメですよ。No. No. No. さあ Let's meet him! あ？あ？これは、horny。父様、一つ英語を覚えてほしい。私についてるこれ、角。角。角はね、英語でホーンって言うんだよ。ホーンな、うんうん。そうそう。
そしてこれ、ハーンがみんなついてるね。うん。で、あの、英語っていうのはなんか Y をつけると、うん。例えば、シャインっていうのも、シャイニーってつけると、うんうん、光と、あの、光っている様子を表すだろ。だから、ホーンも Y をつけると、あの、角がある様子になるかと思ったらね、ならないんですよ。ホーンは Y をつけると、うん、言葉が変わってしまって、ムラムラするっていう言葉になっちゃうんだよな。ムラムラする？えぇ？そう。不思議だよな。ホーン、ホーン、ホーン、ホーン。父様もね、一応あるもんね。うんうん、ホーン！そして、チョコ先生はもちろん、ホーン！ハーニー。こいつら、ほら、こっちが、ここ、この二段目までが角で、こっちはちょっと違うね。これ、ホーニーの人たちですね、これ。ホーニー。これは、あれだね、ムラムラしてる人たちですね。ちょっと触れない方がいいな、こういう人たち、ムラムラしちゃってるから。ちょっと触れるとね、爆発するから、危険だからね。ムラムラ二人はわかるけど、一人はわかんないな。え、一人わかんない？アメリアちゃんのムラムラわかんない？え、アメリアちゃんもムラムラしてんの？アメリアちゃんもムラムラしてんだよ。アメリアちゃんね、やっちゃったんだよ。もう一番ね、配信の一番最初の方でね、うん、普通の質問されたのに、I'm horny って答えちゃったんだよ。Thank you for watching.